ブル・ジェームスのリングネームで知られるスミス・ジェームスは、アメリカ合衆国のプロレスラー。ニューヨーク州、モンロー出身。2006年、ニュージャージー州を拠点とするインディ団体である、イクポにて、ドニー・ジョンソンのリングネームで、プロレスラーデビューを果たし、JJ ・ベンジャミンとのシングルマッチを行い、デビュー戦を勝利で飾った。 2008年より NWA 加盟団体の NWA オンファイアに参戦するようになり大きな赤ん坊ギミックベイビーヒューイーとして活動11月8日に往年の名レスラーであるココビーウェアと対戦するが敗れ同月29日にリベンジマッチを組まれるも返り討ちにされた2009年9月26日 NWA ニュージャージーにてロブエコスト スタックを組み、パワーズ・オブ・ペインと対戦するも敗戦した。2010年、活動の拠点をアメリカ東部へと拡大し、リングネームを本名名義にして、キング・コング・バンディを連想させるような用紙に付け加え、首からかけたチェーンをトレードマークにしたギミックへと変更。PWF では、ダニード・リング、NWS では、ニコライ・ボルコフといった往年のスターたちと対戦した。 2011年7月12日には、ティネにて査定試合として、ダークマッチに登場し、マーク・ブラビューラを相手に勝利するも契約するまでに、至らなかった。12月2日には、NWA ニュージャージーにて、元 WWE スーパースターのカリートと、対戦している。2012年、ストッケ堂、ドを、ビル・カール、ビンス・スティールとニューエージ・レッキング・クルーナル、企画外ユニットを結成。 ACE を中心に多数の団体で暴れ回った。9月から地元であるニューヨークを拠点とするニーワックを活動の拠点とするようになり、ビルカールとタッグを組んで活動。2013年2月23日にニーワックにてビーバーボーイズからニーワックタッグ王座をダッシュし、3月9日には ACE にてザ・ムーブメントから ACE タッグ王座をダッシュしてみせた。 5月31日には ICW にてダンマフとシングルマッチを行うが敗戦した。NXT2013 年5月7日、WWE とディベロップメント契約を交わして入団。新設された WWE パフォーマンスセンターにてブルデンプシーのリングネームでトレーニングを開始し、9月に NXT に昇格。同月12日の NXT にて、 エーデン・イングリッシュとシングルマッチを行うも、簡単に負けてしまった。以降、NXT ライブを中心に、サイモン・ゴッチとタッグを組んで活動。2014年6月24日、エグザビアー・ウッズとシングルマッチを行って勝利。試合後には、NXT 王座を手に入れて、NXT の頂点に立つと宣言した。7月31日、 タックを組むよう要請されたモジョローリーと組むことになり、ザメカニックスを相手に勝利。8月より開始された NXT タック王座、挑戦権獲得トーナメントに出場し、8月14日に行われた1回戦で、ボードビラインズと対戦するがローリーが一方的に攻撃されて敗戦したことにより憤慨し、タックを解消。試合後に倒れたローリーに追撃を加えた。 この試合をきっかけにローリーと構想を展開。9月11日、テイクオーバーフェータル4上にテローリーと遺恨戦を行い勝利した。11月、秒殺勝利を重ねるバロンカービンを意識するようになり、自身も秒殺勝利を続ける。12月11日、テイクオーバー、R エボリューションにて試合には出場できなかったために、観客席から観戦し、 タイデリンジャーに秒殺勝利したカービンに対し睨み合う展開へとなった。2015年1月14日、バロンカービンと直接対決を行い、ジャンピングボディアタックを浴びせて倒すが、直後にトップロープから放ったダイビングヘッドバットを避けられエンドオブデイズを喰らい、敗戦。同月28日、NXTO ザ挑戦者決定トーナメント1回戦で、デンプシーと再戦して、 エンドオブデイズを決められ連敗。2月4日、準決勝にて、カービン VS、エイドリアンネビルの試合中、カービンを襲撃して敗戦させる。この結果、カービンとの因縁は深まり同月11日、テイクオーバーライバルにて、NXT 初のノーディー級マッチを行うも敗戦した。6月10日、 タイラー・ブリーズとの対戦にて逃げ惑うブリーズに対して追いかけるうちに体力を消耗してしまい最後にビューティーショットを決められ敗戦。試合後のスキットにおいてお菓子を食べていないとやっていられないと話しているところへ GM であるウィリアム・リーガルより痩せることを忠告された。2016年2月5日、WE から対談した。WE 解雇後、2016年3月5日、 ニュージャージー州を拠点とするレッセルプロにて、ブル・ジェームスのリングネームで参戦。ケビン・マシューズと対戦。試合終盤にサンセットフリップからドインクドロップへ、つなげようとするが避けられると丸め込まれてしまい3、カウントを取られ敗戦した。2019年3月、DDT プロレスリングに初来日。11月に再来日し、12月に開催された DO グランプリに初出場した。 ありがとうございます。